仏世尊あり、釈迦牟尼如来王具小変地明行足全税政権下無常し超五常部天人し仏世尊とな合す。諸々の大種のために格のごときの大涅槃行を宣絶す。我その時において善友のもとより転じてかの仏まさに大種のために大涅槃を説くべきことを聞く。我これを聞き終わってその心歓喜して供養を設けんと欲すれども拒否にしてものなし。自ら身を恨んと欲するに白服にして売られず、すなわち家に帰らんと欲するに道に一人を見てすなわち語って曰く、我身を恨んと欲す君よく買わんやいなや。その人答えて曰く、我が家の作業人のたうるものなし。何時もしよくなさば我まさに何時を買うべし。我すなわち通って曰く、何の作業あってか人のよくたうることなき。その人答えらる、我悪病あり療医薬を処す。まさに火にニンニク三両を服すべしと、何時もしよく新肉三両を持って日日に休せられれば、すなわちまさに何時に金銭五枚を後をべし。我時に聞き終わって心中歓喜する。我また語っていわ、何時我に銭を与えて我に七日を暇せよ。すべからく我が時終わらば、すなわち帰って相つくべし。その人答えらる、七日は不可なり、つぶさによくしからばまさに一日を許すべし。善男子、我その時においてすなわちその線を取り、帰って仏の身元に至って図面来足し、その処遇を尽くして持って武言し、しかして後に上心にこの経を成就す。我この時に安頓にして経を聞くことをうといえども、ただよく一下の文句を授受し、如来涅槃を称し長く生じを断ず、もし心身に聞くことあらば常に無料の楽を得んと、この下を受け終わってすなわち帰ってかの病人の家に至る。善男子、我時にまた日日に三両の肉を与おうといえども、年下の因縁をもってのゆえにもって通となさず、日日拝せず 一月を愚慢す。善男子、この因縁をもってその病をゆることを、我が身も平伏してまた相違なし。我時に身の愚足歓愚するを見て、すなわちあのくたら三脈三菩提を発す。一芸の力すらなおよく格のごとし、いかに言わんや愚足して十字し六十千五や。我この経に格のごときの理あるを見て無媒の発心して未来において仏道を成ずることを得ば、釈迦牟尼仏と名乗らんと願す。善男子、この因縁を力のもってのゆえに我をして今日大衆の中において、諸々の天人のために具足して宣説せしむ。善男子、この因縁をもってこの大涅槃は不可思議にして無量無変の功徳を成就す。すなわちこれ諸仏如来人人秘蔵の像なり。その時の陪心の菩薩は今釈迦牟尼仏の王院なり、他境を得ずすれば
諸和宗義公の最初、後釈迦牟尼仏を供養し奉りまします時なり、かの時は餓死なり、その名を大光明と称す。後釈迦牟尼仏並びに諸々の弟子に供養するに三種の功徳を持ってする。いわゆる宗座石密書年道なり、その時の発願に曰く、国土明号寿命弟子、今釈迦牟尼仏に一如ならんと、かの時の発願、すでに今日成就するものなり、しかあればすなわち仏を供養したてまつらんとするに、その身貧しということなかれ、その家貧しということなかれ、自ら身を売りて諸仏を供養したてまつるは、今大師釈尊の消防なり、誰かこれを随期歓喜し立てまつらざらん。この中に日々に三両の真肉を滑取する主に王、全知識なりといえども他人の田植べからざるなり、しかあれども供養の人士の立つくるところ、今の功徳あり、今我ら如来の消防を聴聞するかの多くの真肉を処分せられたるなるべし、今の宿の下は五枚の金銭に香るところにあらず、三阿僧義公一百大公の間、受賞者賞に忘れることなく、秘仏是仏のところに照明せられきたりましますところ、まことに不可思議の功徳あるべし、いい方の弟子深く頂戴授事すべし、如来すでに一芸の力、なおよく格のごとしと宣説しまします。もとも大きに深かるべし。まずこのところのちょっとまた大した話が出てくるわけですね。大発涅槃行22には、から仏の玉悪ね、我過去無量無変な、要するに仏さん、今のお釈迦さんの前生のことだ。その時世界を名付けてシャバと名付けるという、だから今のシャバ世界と同じだ。そしてその時に仏さんがあって、もうその仏さんは釈迦牟尼如来っていうんだ。ところがある時友達のところ行ってた。そしたらその釈迦牟尼如来がね、その大涅槃を説くべしと、大涅槃の経をね、お説きになるという話を聞いたわけですね。それで大変喜んで、そしてなんかこう供養しよう、差し上げようと思ったんです。ところがその何にも貧乏でもって供養するものがない。それで自ら身を売らんと欲する。でまあしょうがない、この体を売ってね、そしてそのお金で供養したいと思ったんだけど、誰も買う人がいない、白服にして売られず、それでまあしょうがないから家に帰ろうと思ったところに一人の人に出会って、それで、実は俺はその私は自分の体を売りたいんだけど、あなたは買わないかって言ってそうしたらその人が言うのにね、何時、我が家に一つの作業はある、要するに一つ仕事はある、だけどみんなその、辛抱できない、だけどお前がそれを辛抱するなら俺は買ってもいいって言ったんだね。それで一体そんな人に辛抱できないような仕事ってどんなことですかって言ったらその人が言うのに、実は俺は非常に悪病を持ってる。それでそのお医者さんがその薬を処方するのに、一日にね、ニンニクをね、人の肉をね、三両だけ毎日食べてると、そうすると治る。だからそのあんたの肉を3両ずつね毎日くれるんだその金を5枚あげてもいいっちゅうかね、3両ってどのくらいだか知らないけど、
あれですね、肉を随分豚じゃあるまいしそんなに簡単に私なんか肉取ろうってのでところがその人はまあそれ聞いて大喜びして、それであのじゃあねその私買ってください、そしてその間にね7日だけ暇くださいって言った。ところがその人が言うのに7日ってダメだ、1日ならって言うんで、それで結局の話あの売って1日だけ暇もらって、そのお金を持ってこの、仏さんのところへ行って、そしてその職を尽くして全てを捧げたっていうのね。そしてその仏さんのあの説法を聞いたわけだ。で我この時安頓にして経を聞くといえども、ただ一下の文句を授受し、結局のその7日本当はお説教を聞きたかったところは1日しかなかったし、そしてそこへ持ってって頭あんまり良くないしって言うんで、で結局ああそうかって言って本当によく授受した文句って言ったら、あのこの如来少年藩楊丹和尚人薬師四神長浄徳無量楽っていうね、あの これはね、このあれは私あのこの下はね、の特に印象深いのは沢木老師はいつもあの涅槃絵世神っていうのをやってたの。この2月に入って2月の15日を最後の日にして1週間この接心して、その接心した挙句に接心中はね、そのだから2月へ入ってからもうその遊興行を毎日みんな読ませ、そして接心中老師に入ってきて、それからあの涅槃和さんっていう、この涅槃和さんっていうのはね、あの明恵上人の作です。シャラリンジュ円尺とっていうね、そういうあれで、あの三千の諸仏ことごとくって言ってね、っていうそれの最後はね、あのあれですけど、如来少涅槃楊丹和尚寺薬師心長浄徳無量楽って、それでシャリライモンってやるんだ。それずっとあれしてるから、ところはその頃ずっとあれした如来少年藩楊丹和尚寺薬師心長浄徳無量楽ってどういう意味だか分かんなかったわからないでやってたけどね、今のあれしてみると結局如来さんっていうのはね、仏さんは涅槃を称する。この涅槃って何か、結局ね、生も滅をも滅しを得薬滅 なるほぞ楽とするっていうのが、ね、その涅槃和さんに入ってきますがね、この生も滅ももう滅し終わることだ。これは諸行無常是生滅法消滅滅意逆滅以楽という、の諸行は無常なんですね。でそれをあれしたらイロハウタでしょ。で諸行は無常だ、それはなぜかというと是生滅法、これが消滅の法だ、生があったり滅があったりというのはね。ところが生をも滅をも滅し終わった時に弱滅だ、この涅槃だ、弱滅の涅槃、今言う、その不生不滅です。で結局の話、生と滅相滅し終わるってどういうことか、その結局の話、何し生をも滅をも滅し終わったね、生命の実物を生きてるんだっていうのがね、根本ですよ、初めから。でそこはで如来小涅槃、それで長く生死を断ずな、もう本当に生と死と別れる以前のところにそういう生命の実物を生きてんだ、その実物そこでね
落ち着くことが涅槃を称するということです。それでもし心身に聞くことあればって、それを聞いただけで本当にあそうかって聞いた、そしたらね無料の楽を得ん、この本当にそれ聞いただけでね無料の楽を得んということですね。でこの下を受け終わって、すなわち蚊の病人に至ってって言ってね、そして、まあ、毎日三両の肉をその人に愛したんだけれど持って通となさず、そして毎日会って一月経った、そうしたらその人は治ったし、ところが自分の身も別に傷がついていなかった。これは全くね不傷不滅のところであれしたからだっていう話で、我時に身の不足感具するを見て、すなわちあのくたら三百三歩大心を起こす、自分もそういうそのだから涅槃を称しするっていうね、称してであのくたら三百三歩大心を起こすっていうのは発心したわけだね。で一芸の力すらなおよく格のごとして、これが大切だ。たった一つのね、如来少年藩行団を生じ脈打ち身長上徳無料楽って、そのたった一つの芸を聞いただけでもこれほどのことがある。いかに言わんや愚足し樹樹し独樹専門や、それが本当によく分かって、愚足するっていうのはよく分かってだ、そして樹樹しそれを守って、そしていつでも独樹していればどれほどの苦毒があるかということだね。で我はこの経を見て格のごときリアルを持って無媒の発心をして、未来に浄土を得ば釈迦牟尼仏と習わらんと願う。だから自分もこの因縁でもって、もし仏さんになったら釈迦牟尼仏っていう、ね、名前になろうって。でそれで善男子、この因縁力を持って我をして今日大衆の中において、諸々の天人のために愚足して宣説してしまって、まあ今このようにお釈迦さんがね、このように説法をできるのもその時のあれですね、下のおかげであるということ。善男子、この因縁を持ってこの大涅槃は不可思議にして無量無辺の功徳を成就す、すなわちこれ諸仏如来人人秘密の像なり、こういうことで無量の功徳を成就するっていうね、そんなことたった一芸の、一芸ってね一つのちっちゃい文句だ、それ聞いただけでこれだけのこの無量の功徳があるっていうね。なぜそうあるかと、これは如来諸仏如来人人秘密の像だ。これ諸仏如来っていうか、また他人のことに持っていっちゃうかダメだ、いいですか、これ本当に生命の実物の、私自身の生命の実物の中のこの秘密なんだ。秘密って隠してんじゃない、今我々が分からないけれどそういう力が、隠れた力があるんだっていうことだね。でその時の陪心の菩薩は、今釈迦牟尼仏の王位になり、他経を得ずすれば、この他のお経を読んでみると、そうすると諸阿僧以降のこうあれですね、お経っていうのはね、いろいろのお経がこう昔は写してるからね、インドからでもさ、いろんなお経を写して初めてこう広がるんだから、その辺の写し方によってね、いろいろなこうお経がこう略して書いてお経もあるし、詳しく付け加えちゃってお経もあるしって、いろいろこうなっていくわけで、だから他の経を得ずすれば、同じ涅槃行でもいろいろの涅槃行ができてるから、それを比べ合わせてみると、昭和宗以降の最初
こう釈迦牟尼仏を供養したて祭りまします時なりかの時は餓死なりって、このね、その売身の菩薩はね、その時は瓦屋さんだったんだね。でその名を大光明と申す。こう釈迦牟尼仏並びに諸々の弟子に供養するに三種の供養をもてすると、いわゆるどういうあの今読んだお経の中には、その時どういうものを供養したっていうことも書いてないけど、本当は宗座石密書年度内とこう書いてある。でその時の発願には国土明号寿命弟子今釈迦牟尼仏に一度ならんと、かの時の発願すでに今日成就するものなり、近あればすなわち仏を供養したて祭らんとするにその身貧しということなかれ、俺は貧乏人だからって言って言っちゃう、それそういうことない。貧乏人は貧乏人なりにってね、あの要するに、貧者の一等っていう、貧しい、おばあさんの人がね何にも供養することはないって言って、たくさんのあれするんだけど私はこれだけって、あの一つの灯火を出したって、それ貧者の一等だ。その貧者の一等、要するに物の量によるんじゃないんだ、あの 仏法の話はね、その時の運心だ。だから何もなかった、何もないでも身をもって供養する。このね沢木老師はね、一番の晩年の頃に、徳は迷い損は悟りっていうこと言われたね。この徳は迷い損は悟りって言葉がね仏法の極意だと思うよ私。みんな普通は得は得、損は損と思ってんじゃない。それだからダメだ。そうじゃないね。いかに自分をパッと出すかっていうね。その何も出すものがなかったらすぐあの自分の体を運んででもやると。その気分ね。それがなきゃダメだ。この社会生活でもね、だいたい我々僧侶生活っていうの、私も僧侶生活は長くやってきてる、人よりは長いと思うだけどこの僧侶生活っていうのをつくづく考えてみるとね、みんなおのおのね長所あり短所ありあれですね、いろいろこう欠点もある。欠点のない人ってないもの。そうするとね、要するにプラスとマイナス面とあるわけです。そのね、マイナス面ばっかり出しちゃってね、マイナスが多くなりすぎるとね、僧侶じゃね、いられなくなるね。要するに、お互い同士、これ、あれなんですね、僧侶っていうのは仏道修行者の仲間。だから本来、あれじゃないんだけれど、しかしながらマイナスばっかりつけてるやつ、毎日このわがままとか自分に得することばっかりやって、自分に得する、あのこの このところね、年末にでもなると主婦の友とかなんとかっていうね、ああいう婦人雑誌よく家計簿っていうのあれするじゃない。そうすると収入支出っていうのが書いてあるところがね、これ本当家計簿なんかには収入支出っていうのが出てくる。収入ちょっとお金が入ってくる、だからこれは結構だと思う。で支出っていうとお金が出てっちゃうんだから、これは損なんだ、困る、一般の家庭の主婦はね。ところがこれ商業簿記になってくるとね、この収入の方は借り方なんだ
それからこっちは貸し方んなとこっちの方はね借りてんだからこっちの方が悪いわけだ。でこっちの方は貸してんだからこっちの方がいいわけだ。押すとねどういうことかっていうと、その要するに得したと思うとそれだけは借りてんだ。それから損したと思ったらそれだけは貸してんだ。それでねこれだからね、徳は前へ損は悟りっていうのは決してねその無茶な話じゃないんだ、当たり前の話。それみんなね、みんな主婦だからダメだね。主婦、主婦は目の前の金が入ってくる、ああよかったと思って。ところはその分だけ借りてんだ。それで出てって、あんな人にそんなにお金やる必要はないじゃないですかって言って、ね、言ってケチケチさせたらね、旦那さんの社会的に行き詰まる。やっぱりパッとこうで出せってね、そういう面がなきゃダメだ。その点ね、結局その全てその今あれですね、総理の中でもマイナスをたくさんつけている人はいられなくなる。それに対して今度プラスだから、ところが誰でも彼でも欠点ね、あるいは短所っていうのはみんな持ってんだから、だから少なくとも私ができる範囲のところではその長所面、自分ができるね面では一生懸命その功徳を積むっていう。だから総理で大切なのは功徳を積むっていうこと。それからいけないのは功徳を損ずるっていうこと。功徳を損じてばっかりいる人は総理にはいられない。それから功徳をできるだけだから積んでいってもね、それでも結構マイナス面でもってね、自分の欠点を出してんだからね。だからもうそれで功徳を一生懸命積んでるつもりでちょうどいいな。でこれ総理っていうのはそのあれですね、それをほんのわずかの人数でもってそれをやっていくかよく分かる。それが社会っていうのはそれが広くなったところだ。だから社会でもね、生きるんでも功徳を損じてたらやっぱり楽をするね。いつでも俺が得することばっかり考えてるっていう人はどうしても最後は楽をする。そうじゃない、そのできるだけね、社会の中でも自分のできる範囲は一生懸命だから得を積むっていうつもりでね、これ得積んでだから俺はボスになるって。そうさ、大概さ、だからこうあれでしょ、町の人にいろいろお金寄付したり、それからどっか温泉連れてったり、そして俺が立候補って。それだったら無所得だ。そういうんじゃない、全く無所得にね、自分のできること、この体でできることを体、それから体でもできなかったらせめて笑顔ないとっていうね、まあ病人になったらしょうがない、もう俺体も動かないんだから、そしたらまあ笑顔なりと供養するっていうつもりだね。笑顔もできなくなったあんましょうがないけど。とにかく全てね、だからこれ物の話じゃないですよ、仏教の話はね。とにかくその底にある精神、その態度だね、生きる態度の話だから、そういうつもりで見てください。しかればすなわち仏供養をし奉らんとするに、その身貧しということなかれ、その家貧しということなかれ、自ら身を売りて諸仏を供養し奉るは、今大師釈尊の称号なり、誰かこれを随喜し歓迎し奉らんと。この中に日々に三両の真肉を割取する主に王、全知識なりといえども他人の田植えからざるなり、しかあれども供養の人士の助くるところ今の功徳あり、今我ら如来の称号を聴聞する
かの多くの神肉を処分せられたるなるべし。いや、この今お釈迦さんがね、その涅槃行を説かれる、それは何かというと、高釈迦牟尼仏 の、 あのお釈迦さんのね、古い前身の瓦屋さんだった頃のその神肉を処分した、それの功徳が回り回って、今あの涅槃行のでも聞かせていただくんだって、こういうことね。今の宿の下は五枚の金銭に香るところにあらず、三麻生義百代行の間、受賞者賞に忘れることなく、秘仏是仏のところに称名せられ来たり増しますところ、誠に不可思議の功徳になるあるでした。だからそのただしその王子の肉を処分しただけの話じゃない、その後お釈迦さんが三代麻生義行、それから一百代行の間、その受賞者賞して、徳はまでより相馬悟りをね本当に修行されてた。それではね受賞者賞秘仏是仏のところに称名せられ来たり増しますところ、誠に不可思議の功徳あるべし、唯法の弟子深く頂戴従事すべし、如来すでに一芸の力なおよく格のごとしと宣説しました、元も大きに深かるべし。あのだからたったね一芸の力っていうのね、これのね、偉大なっていうことを忘れちゃならない。まあ余念ちょっと